あきちゃん、あの向こうの最初あった、はい、黄色い花びらは聖鷹泡立ちそう。聖鷹泡立ちそう、はい、そこら中に咲いてる。そこら中ない、はい、聞いたことあるよね。あの辺とかよく見ると咲いてますけどね。聖鷹泡、背が高い泡立ち、泡立ちそう、はい、なんか泡立ったように見えるので泡立ちそう。泡立ちそう、朝立ちじゃないですね。はい。聖鷹泡立ちそうは農薬のような成分を出して周りの植物を弱らせるんだ。でも花は蜜がたっぷりで昆虫に人気なんだよ。これは、はい、昔こう外国からやっぱ来たんですけれども、はい、一気にブワーッと広がったんですよ、ね、いった、はい、ただ、はい、これ根っこから除草剤出すんですよ。で、はい、周りの植物を枯らしながら自分の陣地広げていくんですけど、強いんだ。はい、強かったんですけど、はい、あれからのところですから今度自分の除草剤にやられて自滅しておとなしくなってしまった。それでちょっとまあおとなしい感じになってしまったしね。聖鷹ですか。背は高いんですね。背は高いです。草刈り取れなければこんなになります。これはあんまり綺麗じゃないから。本当は綺麗なの。黄色って虫さんが大好きな色なの。黄色、虫さんが大好き。これはすごく虫さん来ますよ。女性が好きな色は？この色。あ、じゃあその黄色、その色着ようかな。あ、でもどうだろう。自分が身につけるには大好きな色だけど、引き寄せる効果はあるのかな。引き寄せる効果、自分が大好きな色と引き寄せる効果って違うと思う。はい、じゃあもしかしたらピンクはないかもしれないですね。引き寄せる方が難しいな。その辺ちょっとね、後で家に帰って、はい、日運でして勉強します。私もその辺わからないので、まあ、独身なんですけどね。私もね、どうせ独身なんですよ。はい、失礼しました。で、これはだから昔ね、この黄色くてモサモサしてるから花粉を連想させるらしくて、はい、花粉症の植物だって言われてたんですけれども、はい、虫さんに花粉を運んでもらえますので空中には撒き散らしません。あ、だから濡れ着を着せられちゃってたんですよね。ごめんなさいね、濡れ着だそうですよ。ごめんなさい。